俺みんなにさ言ってなかったんだけどさ、ゴロちゃんと別れちゃってさ、なんかみんながゴロちゃんのこと気に入ってたからあんまり言いづらかったんだけど、ちょっと私ゴロちゃんと別れちゃいまして、なんか今まで皆さんに言えなくて申し訳ありませんでしたすいませんでした。なんか皆さんもねおなじみだったんで、なかなか言いづらいところはあったんですけど、申し訳ありませんでした。これから婚活していきます。婚活していこうと思います。いや、女絡みでメンタル不安定なのは全然そのゴロリとはまた無関係のところだよ。無関係のところで無関係のところでです。ちょっといろいろなんで別にそんな付き合ってたらね、付き合いがあれば別れもあるでしょ付き合いがあれば。もうでも俺さ、次の彼女できたら配信してるとき言わねえわ。ちょっとダメだ。なんかね、甘えちゃってダメだよ。甘えちゃってダメだね。うん、甘えちゃってダメですね。甘えてしまうので。なんで別れたか、なんで言わなきゃいけねえんだよ。俺のなんか仲人のつもりか、仲人のつもりですか。いや、あいつ完璧だって。浮気してもさ、まあ、浮気しても、まあ、ちょっとね、配信してても別に、配信にも理解があったし、最高の彼女だったんだけど、ちょっと、私とはね、あんまり、住む世界が違いましたので、住む世界が違ったので、申し訳ありませんでした。私が幸せにしてあげることができませんでした。一生純ちゃんについていくって LINE なんだったんで、まあ、そういうな、こともあるんですよ。うん。そういうこともあるんです。まぁ、あ、ちょっとなんか適当にまたブラブラしていこうかなと思います。お前一生結婚できないもん。そうだよね。まぁ、あ、自覚あります。それは別れたことにしてるときたら、なんでそんなことしなきゃいけねえんだよ。なんで俺がそんな悲しいあれを演じ続けなきゃいけないの。もう合わねえの、合わねえだろ普通に。なんでだよ。なんでですか。花ちゃんが死んだときぐらいだったら別に悲しいなと思ったけど、でももう一月ぐらい経ってるよ。一月ぐらい経ってる。うん。普通です。まあ、なんかね、年齢的にもそういう時期あるんだよ。一月ぐらい経ってるよ。一月は経ってて、一月は経ってないけど、いや、5月には入ってなかったから。5月には入ってなかったから。うん。最近そういうの見ないなと思ったでしょ。最近そういえばゴロちゃん見なくないって思いませんでした。なんかみんなにちょっと言いづらくて、みんなも応援してくれてたんで。犬は全然問題ないよ。仲良くやってます。ゴロちゃんおかわりって言った時はもう冷めてたのか。まあ別に仲悪くはないんだけどね。仲悪くはなってるわけじゃないんですけど。花ちゃんは上にいるよ。花ちゃんちゃんといますよ。何年付き合ったの。まあ2年ちょっと、2年半ぐらいか。2年半ぐらいかな。わかんない。どんぐらい付き合ったかとかちゃんと計算しなきゃわかんないよ。お前一生結婚できないの。まあ、ぼちぼち。ね。身を固めていかなきゃいけないなとは思ってるんですが。うん。正当な別れ方をしたのかもちろん。そんな嘘偽りなく、しっかり別れましたよ。浮気するってのは何なん。なんかまあ、彼女の候補がね、まあ何人かいるわけじゃん。16歳の女子高生から31歳の歯科衛生士まで。ちょっといろいろ吟味していこうかなと。なんか簡単に付き合うのやめようと思って。簡単に付き合うのやめようと思って。で、俺16歳の女子高生と付き合ったらさ、あれじゃん、結婚前提にさ、親に挨拶に行かなきゃいけないじゃん。それちょっと嫌なんだよね。めんどくせえじゃん。無理無理。35で結婚できないじゃん。もう35で結婚するにはよ、2年、2、3年は付き合わなきゃいけないから、33までにちゃんとした彼女と付き合わなきゃいけないんだぞ。簡単に付き合ってなくない？俺結構簡単に付き合うよ。簡単に付き合うのもかなり。親と同い年ぐらい。親と同い年ぐらいなんじゃね？いやでもそれはねえか。それはねえんじゃね？ 43 とか44とかなんじゃないの？知らねえけど。25、6で産むでしょ。子供なんて。ゴロちゃんはね、付き合いたての頃は軽く付き合ってたけど、最後の方はちゃんと好きだよ。好きだったよ。もちろん。お前16歳のゴミのこと好きなの？好きじゃないよ、別に。なんか可愛らしいじゃん。年離れてた方がいいってことに最近気づいて。なんていうの？俺も全部許せるし、向こうもなんか、ちょ、延長すっか。全部許してくれるというか。お前やってること
野田屋よスタートなんじゃろ。なんでだよ、別にいいじゃねえか、俺が私生活でどんな女と遊ぼうが。なんでお前そこまで干渉するようになってきたの。最近ちょっと視聴者過干渉じゃない、俺に。俺が日常生活でどんな女と恋愛しようか関係ねえだろうがよ。なんでそんな俺がいきなりそんなレッテル貼られんの。意味がわかんねえ。昨日友達の妹17歳とやったけど、やばいやばいやばいよ。ちゃんとしっかりしとけ、アフターフォロー。お前パクられんぞ、ほんとに。マジで気をつけた方がいいよ。関わんねえ方がいいよ、18歳未満となんて。マジで関わんねえ方がいいよ。断言できる。関わんねえ方がいい。お前が変わりすぎなんだよ。俺変わってる？なんで？あ、年下とは合わねえって。いやだから、年齢によって言ってることが変わってんじゃなくて、考えてることが変わってくるんだって。自分が大人になってくるとある程度、ね、女のバカみたいなことって許せるようになるじゃん。だとしたら、どうせ、そういう風になるんだったら、同い年とかだと、お前さ、そんなことも分かんねえのってなるじゃん。25とか過ぎててさ、なんていうの、アホみたいなことしたらさ、お前さ、そんなことも分かんねえの、何を知ってきたのとかなっちゃうじゃん。でも18とか19のやつだったら、まあそうだよな、何にもできねえよな、その頃はな、チュッチュみたいな感じで許せるだろ。俺もそっちにシフトしてた方がいいと思うんだよね。じゃないと俺無理だと思う。わらし羨ましい。なんだわらし羨ましいって。わらしって、あの、高田健士の彼女。高田健士の彼女ってそんなに年下なの？そんなに、年下なの？お前どこで女と出会ってんの？いやだからさ、もうその発想ない。俺は日常生活全てで女と出会ってるよ。仕事中でも。常に、24時間俺は女と出会ってるよ。なんか、よし！今から女と出会いに行くぞ！つってみんな女と出会いに行くんでしょ。そんなの、もったいなくない？コンビニ。スウェットで行くコンビニ、職場で、俺だってあれよくあれだぜ、病院で働いてた時、他の病院の受付の女とかめっちゃナンパしてたよ。いやマジ、俺こういうもんなんですけど、本当にタイプで、みたいな感じで、俺未だにそれやるからな、受付嬢ナンパすんの。本当に、素敵だなと思って、今度ご飯行きませんかって。断るごとやるよ、俺は。未だに。受付嬢ってやっぱみんな可愛いし。みんなも真似してください。高田健士とわらしちゃんはよく喧嘩するけど別れてないぞ。別に喧嘩するのと別れるね。別に仲いいんじゃない。高ちゃん健ちゃん、高ちゃん健ちゃんだって。高田健士はあれなんじゃないの、そういう装飾系のところがいいんじゃないの。装飾系。ご飯行きませんかっていうか、ご飯行きませんかっていうか、その遊びを婉曲しない方がいいよね。その日に遊び、今度デートしませんかとか言うかな。だってさ、ご飯行きませんかって言ったらさ、家行けねえじゃん。ご飯行かなきゃいけなくなっちゃうじゃん。嘘つくことなんだろう。遊びませんかって言ってさ、別に家連れてくことありじゃん。じゃない？いやいや、ご飯行くなんて言ってねえだろ、みたいなさ。絶対それ、女誘うときに遊びを婉曲しない方がいいよ。何々しに行きませんかっていうのハードル上がるから。デートしませんかって言って、あとは全部勝手にこっちがプランを考えればいいんだ。これ豆知識。これ豆な。絶対見た方がいい。女をデート誘うときにご飯行きませんかはなしだね。デートしませんかとか、この日遊ばない。で、当日にプランを発表する。来ちまえばこっちのもんだから。来ちまえばさ、来てタクシー乗っけちまえばこっちのもんだから。これ豆な。でもお前やってステージでそんなことしねえよ。ほらもう最悪なんだけど、最悪の現象が起きた。せっかく今俺がさ、気分よく雑談してたのに、豆を、ケーキにまた豆嵐が来たんだけど。